こんにちは、粟田洋介です。今日は仮キャンバスボードを作っていこうと思います。仮キャンバスボードとは何かというと、私が勝手に作った言葉なので、そんなものがあるかどうかわかんないんですけど、キャンバスボードというのは絵を描くためのもので、キャンバスがボードにくっついてボードになった状態のものですね。なのでこういう張りキャンバスよりも場所を取らないし、金額はどうなのかな、なんかね、あんま変わんないような気がするんですけど、こういうキャンバスよりは気軽なキャンバスという感じのものですね。今日やることなんですが、キャンバスボードを2種類作っていきます。そしてその上に絵を描いていきます。そしてキャンバスボードのまま壁に絵を飾る方法というのをやっていきます。そして最後にキャンバスボードを剥がして大丈夫かどうかというのを実証したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。仮キャンバスボードというものにした理由なんですが、3つ理由があります。その1つが、まずは収納性。絵をたくさん描いていくとキャンバスバン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 かさばっていきます。なのでこのぐらいの厚さのキャンバスボードでしたら、これが重なっていくよりも薄いので場所を取りません。なんですけど、これはこのホチキスとか、まあ釘が打ってあるやつもあるんですけど、釘を外して剥がせばキャンバスの状態にしてもっと薄くなります。もしくは大きいのだと丸めて保管しておくことができます。キャンバスボードはもうすでに厚みがある程度あって、そんで丸めることはできません。で、仮キャンバスボードっていうのは、キャンバスを仮ですから、ペロペロペロっと剥がすことができて、なので薄くなるし丸めることもできるという、これの良さとこれの2つの良さが合わさったキャンバスということになります。2つ目が手軽さということですね。その薄さなので、どっか持ち運ぶときも便利ということと、作る作業ですね。釘でバン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 打つ場合は、住宅地だと夜間に作業ができません。できるかもしれないけど、とても近所迷惑です。で、昼間も場所によってはできない場合もあるかもしれないですね。でホチキスだと、まあ、ある程度音が軽減できるんですけど、私は夜間やらないようにしています。この木の枠も自分で作る場合は、ノコギリとかで木を切らなければならないので、それはものすごい音がします。で、電動ノコギリなんか使った時には、ものすごい音がします。なので、夜間作業ができません。でも、キャンバスボードの場合は音が鳴らないので、夜間も作業ができます。ということですね。で、三つ目がコスト。これ、お金がかからない方法というビデオも紹介していますが、あんまりお金かけずに木の枠作ることができるんですけど、キャンバスボードはもっと安く作ることができます。ということで、今日使うものなんですが、段ボール。そしてキャンバス、そしてガムテープ、この3つがあればできちゃうんですけど、もっと安くする方法として、まあ段ボール、ガムテープ、それからクリアファイル、布、そしてジェッソ、この5つが材料になって、道具がカッターナイフと定規、これで段ボールを切ります。ジェスを塗るための筆です。今日は前置きが長くなってしまったんですが、ちょっと作っていこうと思います。まずはこの段ボールを切っていきます。で、この綺麗な部分を使おうと思います。で、切る大きさなんですけど、これがスタンダードなサイズで F0 っていうサイズですね。で、スタンダードサイズにしておけば、規格の額に入れることもできますし、規格サイズのキャンバスにすると何かと便利なので、 F0 のサイズに切っていこうと思います。これで大雑把に切っちゃおう。これ2つできますね、このサイズなら。で、私がこの段ボールのキャンバスボードを作ったのは学生の時で、学校の先生に教えてもらったんですよね。で、学校のキャンバスとかジェスト使ってたんで、お金かかんなかったんじゃないかな。あの頃はものすごい助かりましたね。このぐらいの大きさですかね。で、もう一個同じ大きさに2つ作ろうと思います。
超いいから、ね、はい、じゃあ2つ切れたので今度はキャンバスを貼っていこうと思うんですけど、1つが簡単な方法、もう1つが安くできる方法というので同時進行でやっていこうと思います。でこっちの方にはプリジェスト、ジェストがすでに塗ってあるキャンバスを貼っていこうと思います。これはね、めちゃめちゃ簡単です。これが裏ですね。ちょっと大きすぎるのでもっとちっちゃくてもいいですけど、これでいこうと思います。簡単すぎてね、何これって思いますよ。こうやってこっち側もガムテープ留めるでしょ。こうやってここね、折ってかっこよく折ろう。先にガムテープ貼るとやりやすいですね。これ大きいなと思ってやりやすいのかな。プリジェストでこれやるの初めて。学生の時にこれ作ってたのはかなり昔の話なので、すごい久しぶりにこんなの。であの時はこんなちっちゃくなかったですね。大きくても作れます。はい、こんな感じでできました。裏はこんな感じです。でね、これただ絵を描くだけです。ちょっとね、段ボールの凸凹が残ります。それ忘れてました。でこれを解消するために、これを使ったらいいんじゃないかなと思いました。お金を使わないために段ボール使ったんですけど、なんかね、このスケッチブックとかの裏のこの厚紙ぐらいの段ボールの代わりに使うといいと思います。ではね、ちょっとこのクリアファイルをこの大きさに切っていこうと思います。はい、じゃあ2つ切れたので、ここにこんな感じにして、その上から布を貼っていきます。ちょっと今これを切っていきます。これに巻きつく大きさなので、巻きつけるスペースを取っていくので、このぐらいのところですね。ちょっと切り込みを入れてぐるって破くとまっすぐ切れます。ね、長すぎると巻きづらいし、短すぎてもやりづらいので、ここで切っていきます。布、クリアファイル、キャンバス、クリアファイルと載せていって、短いのがやりづらい、短いのがやりづらい。でここですね、ポイントなのをちょっと引っ張る、ポイントの引っ張る。先にガムテープを出しておいた方がいいですか。これでいいとしましょう。ジェスをつけるとキャンバスが縮んでくるんで、ピタッとなると思います。このクリアファイルをつけた理由なんですけど、このアクリル板をつけた理由ですね。それはジェスをつけると直接段ボールだと段ボールに貼り付いちゃうんですね。で剥がすときに一緒に破けます。そうするとね、紙のカスがついたキャンバスが剥がれて出てきちゃうんで、クリアファイルがあれば破けないでスルッと剥がせるっていうわけですね。じゃあジェスを塗っていきます。何項とか今日はしていこうと思います。小さいから楽です。ジェス1項目塗りました。ちょっとねこれ乾かしていって、あと2コート塗ろうと思います。はい、ジェストが乾きました。それでね、絵を描く部分ピンとなったんですけど、ここがねちょっと緩くなってきました。それはね、いいことです。
なのでちょっとここのたるみをちょっと直そうと思います。これをね、ツルツルの描きやすいキャンバスにしていきたいと思うので、軽くここをサンドペーパーをかけます。これはね、細かいやつで400番ぐらいですね。で、ここにセカンドコートを塗っていきます。このね、ジェスは今日は3回塗ります。はい、じゃあセカンドコートが塗り終えたので乾燥させて、今度はサードコートを塗っていこうと思います。はい、では2回目のコートが乾いて3回目のコートといきます。3回目、ジェスを塗る時なんですけど、色を混ぜていこうと思います。色彩理論で色の濃さの段階があります。それで段階1から10まであります。で、0っていうのが白で、10っていうのが黒だとしたら、真ん中がグレーなんですけど、これがニュートラルグレー3っていう、ニュートラルグレー3ってやつなんですけど、3番目の段階ですね。そのグレー1、2、3、4の3で、この5っていうのがあるんですけど、3っていうのがグレーだとこのぐらいの濃さなんですけど、ちょっと分かりづらいんで、今日はねブルーを使います。まあ真ん中ぐらいの5を使うと、絵を描いた時にその濃さが分かりやすいから、そういう風に塗りましょうって昔学校ペインティングのクラスでやったことがあって、今私そのやり方やらないんですけど、そういうやり方もありますということで今紹介します。何をするかというと、ジェストにアクリル絵の具をちょっと混ぜていきます。で、これはアクリル絵の具で描くときも油絵の具で描くときも、このアクリル絵の具を混ぜます。で、段階の5っていうのがどんな濃さだったんだかちょっとわからないので、いい加減にやっていきます。その前にね、これサンドペーパーで軽く、いや、またツルツルにしていきます。はい、とりあえずね3回目のコートが出来上がりましたので、これは乾けば完成ということになります。で、これ3回塗る理由なんですけど、アクリル絵の具だったら1回でもいいです。でも油絵の具使うときは3回ぐらい塗った方がいいと思います。で、ジェッソって1回目塗っても塗り残してるところがあるんですよ。これ色塗ったから分かると思うんですけど、ここら辺とかね、まだね白いところが塗り残してます。穴みたいのがちょっと見えるか分かんないんですけど、この辺とか塗り残しっていうかね、どうしても出てきちゃうんです。3回も塗ればジェスト自体はまんべんなく塗れてるということになるんですけど、ジェスト下地剤をつけてるんで、1回目のコートが塗ったら2回目のジェストは塗りやすいし、3回目塗るときはもっと楽になります。で、絵描くときにはものすごく楽に描けるということになりますので、3回とかね塗ると絵もとても描きやすいです。じゃあちょっと乾かします。はい、2枚のキャンバスが完成しました。裏はねこんな感じです。このジェスを塗って作った方がしっかりねピンと張った仕上がりになっています。で、もう一つの方は最初からシワの寄ったキャンバスだったので、ちょっとこのシワは残っています。絵の描き心地も知っていただきたかったので絵を描くことにしました。ではね、こっちから描いていきます。こっちが青だったので、こっちは赤にしていこうかな。
はい、絵が完成しました。長いビデオになっていますが、もう少しお付き合いください。今度はこの絵、キャンバスボードを壁に飾れるように紐をつけていきます。ものすごい簡単な方法です。まずはこの紐。紐は何でもいいです。紐をまず切ります。こんなもんかな。んでね、ここ結び目をつけます。も同じように結び目をつけます。でね、ガムテープ。まず片方をガムテープで留めて、もう片方もガムテープで留めます。このようにですね。はい。これだけのことです。こうやって、じゃん、これだけです。この方法なんですけど、これも学生の時に、学校で展示する時にこんな感じで展示をしました。結構ね、使えると思うんですよ。でね、フリージェストのキャンバスでシワが寄っていたんですけど、絵を描いたらシワがなくなりました。それで、段ボールでこぼこしてるってことだったんですけど、全然気になりませんでした。で、ちょっと剥がしてみます。ガムテープを剥がしても、全然変わらないと思うんですよね。こうやってね、ガムテープ破けるんですよね。はい、こんな感じです。これはね、予想通りの展開です。で、今度は、こっちですね。裏にこのクリアファイルをつけたので、段ボールが剥がれることはありませんでした。で、段ボールに JS はつきませんでした。そして、クリアファイルに JS が貼り付いています。で、剥がします。なんかね、すごいツルツル。綺麗に剥がれました。これをまたボードに付けたい場合は戻すことができます。こっち側にクリアファイルを付ける必要ないので、裏側はね、段ボールをまた再利用するためにクリアファイルを置いて、はい、では元通りになりました。こんな風に貼り直しもできます。で、またね、さっきみたいに紐をつけて、紐も再利用できます。こんな感じで紐をつけまして、また壁にかけることができます。でね、久しぶりにうちの猫2匹描いてみました。クリアファイルの代わりに、テープを貼っちゃってもいいと思うし、段ボールの代わりに、ベニヤ板とかでもいいと思います。プラスチック板みたいに硬いやつで作ると、こういうの貼らないで済むんで、やりやすいと思います。仮、キャンバスボードなので、裏とか見た目がね、ちょっと、こんな感じなんで、絵をたくさん練習で描きたいって人にとても向いてると思います。あとね、普通にこれ、F0 のサイズの額、額装もこれでできちゃうので、で、額に入れちゃうと裏わかんないんで、そういうやり方もできると思います。仮、キャンバスボードじゃなくて、次は、プロフェッショナルな仕上がりの、キャンバスボードの作り方っていうのもまた次やっていこうと思います。というわけで、今日は長いビデオになりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。
この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。